ですね、今回はですね、私、一杯も飲んでおりません。全くのシラフでございます。ということでですね、そんなシラフの僕が作る料理といえば、このチャンネルを見てる皆さん、お分かりですね。どっちかなんですね、コラボ動画か、至高のレシピはどっちかなんです。はい、今日はどっちでしょうか。はい、至高のレシピでーす。はい、ということでですね、今回は至高のレシピを作っていきます。今回ね、エスニックです。実はね、僕エスニック料理も結構作るんですけども、結構こうハードルが高いんですよね、エスニックって。無根食で使わなきゃいけなかったりして。で、今回の至高レシピはめちゃめちゃ簡単にですね、スーパーの食材だけでできます。至高のナシゴレンです。はい、インドネシア風のチャーハンですね、これね。こちらを、作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料説明いきたいと思います。合いびき肉です。これまあ別に豚ひき肉でもいいです。これが、40g。 エビですね。お肉とエビどっちも使えますんで、こちらエビはね、5尾で 35g のものです。で、あと、卵は1個、これ後で乗せます。で、ご飯が 200g で、お野菜類いきます。玉ねぎ、8分の1個だから 30g ぐらいですかね。で、キャベツこれ一番重要です。はい、キャベツが大体 40g ぐらいで、あとマッシュルームが2つ、 30-40g ぐらいですかね。で、これマッシュルームなんですけども、なければ他のキノコ類でも、エリンギとかも美味しいので、エリンギで代用もできます。キュウリ、これね飾り付けなんで、なければないでいいです。で、あと牛脂ですね。いつもね、僕牛脂使いがちなんですけども、今回も牛脂の旨味を入れていきます。はい、これ使うとね味がぐっと深まりますんで、これもあればです。嫌いな方いらっしゃると思うんですけども、パクチーです。僕大好きなので、今回パクチーを使って、パクチーをね隣に添えて食べながらやりたいと思います。はい、以上の食材なんですけども、今回まあチャーハンなので、具材はねキャベツ、合いびき肉揃えておいていただければ、まあ大体あとはいい感じで大丈夫です。適当でも大丈夫です。味付けだけ覚えてください。あとニンニクでしたね。はい、で、今回はですね、至高のレシピを作るに欠かさないもの、それをですね、ご説明させていただきたいと思います。私ですね、至高のレシピを作っていくとですね、途中で飲みすぎて、ベロベロになりがちで、ベロベロになるとあんまり食材の説明しないっていうですね、ことに陥りがちなんです。ということでですね、今回はですね、僕がそんなことにならないように、見守り人を、用意しましたんで、こちらの方に登場いただきます。じゃあ見守り人の方お願いします。見守り人の小雪です。はい、いとこの小雪です。皆さんが聞き取りづらいところは、私がこの滑舌で通訳しようと思っております。通訳だったんだ。じゃあ通訳お願いします。任せてください。はい、ということで今回はですね、小雪と一緒に飲みながらやるんですけども、見守られながら35歳、見守られながら料理をしていきたいと思います。介護が早いって。じゃあ乾杯しますか。はい、はい、じゃあ、ハイボールでいいですか。はい、ビールがいい。じゃあビール持ってきます。すいません。はい。すいません。一杯目はやっぱり。あ、じゃあ僕ビールですね。はい。はい。はい、乾杯。乾杯。本当に聞いた顔しますね。一番好きだもんね。一番好き。うん、ほとんど飲んでないこのチャンネルで。嘘。本当。私専用の。一番を一番飲んでる。オッケー。はい、じゃあもうやってきます。とりあえず今回至高レシピなんで、はい、僕やります今回。お願いします。はい、こういう時に見せとかないとね。そうこういう時に見せとかないと。じゃあ見守りの方は頼んだよ、ね。うん、意外と料理できるんだぞっつってね。うん、意外とじゃない。何チャンネルだと思ってじゃあね、お野菜の方から切っていきます。まあ、まずね、ニンニクはポケツを切りまして、はい、で、これね、いつもね、僕ね、これで叩いてるんですよ。うんうん、これなんか、怖いらしくて、みんな。ああ、確かに。うん、なんか手切っちゃうとか、あんまりよく潰せないっていうのもあるらしいんで、はい、こうします。ちょっと待ってよ、これない場合どうすんの。立ってください。まあ、あとは、なんか お皿とかでもいいからね。なるほどね。はい、お皿とか、うんうん、はい、ということで、これみじん切りね。でもう潰してあるんで、これをまあちょっとこうスライスにすると、だいたい粗みじんになっちゃうんで、はい、まああとはちょんちょんちょんぐらいで、はい、これがね、異国の香りを出してくれるん で、あとね、玉ねぎですね。玉ねぎもざく切りなんですけども、まあ、だいたいまあこんなんで、うん、はい、まあ、粗みじんというのかな、これ、まあ、これぐらいで大丈夫です。うん、はい、で、マッシュルームなんですけど、ちょっと食感も残したいので、はい、まあ、なんか半分にして、こういうスライスかな。なるほど。はい、これでちょっとこうキノコ感も、あんまりね、みじん切りにしちゃうとこれ、うん、食感がなくなっちゃう。じゃあこれ
をどん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 このバットの方に移動しちゃいます、はい、でね、ニンニクは必須ですね。であと玉ねぎもね、あった方がいい、甘みが出るんで。で、キノコは、まあなければなかったでも結構美味しいです。あと、旨味も出るからね、マッシュルームとかだとね、うん、はい、エリンギとかでもいいんですけども、基本的にはチャーハンなので、僕が重要だと思ってるのはこの2つとキャベツ、はい、キャベツはね、絶対入れてほしい。キャベツってあんまり普通のチャーハン入れないよね。チャーハン入れない。キャベツを入れるナシゴレンってあんまりないんだけども、これね、ものすごくこれおすすめなんで、ちょっとこれが今回の試行ポイントです。なるほど、はい、まあ、順番に入れていくんでね、うんうん、ちょっとブロック分けしておきますね、はい。キュウリなんですけど、はい、これは飾り付けなんで、これがね、お皿に乗ってるとね、急にね、エスニックっぽくなる。確かに、うん、緑大事だね。そう、緑大事なの。だから一緒に食べてももちろん美味しいんだけども、うん、エスニックは見た目大事にしたいんで、見た目のためにこうやって薄切りにしていきます。テンション上がるよね、はい、そして、最後は食べます。はい、食品ロス撲滅、うん、撲滅、よく見てんねで、あと最後にこのキャベツ、これはこうやって千切りにします。ちょっとね、細かめの千切りの方が美味しいと思います。はい、このキャベツの千切りをナシゴレンに加えるっていうのが至高ポイントです。で、あとパクチーだね。これね、まあ嫌いな人多いよね。でも私の持論だけど、うん、好き嫌いが分かれる食べ物っていうのは、うん、美味しいまあ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 、分かります。今嫌いな方も、うん、いつの日か、それは分かんないよ、うん、10年後なのか30年後か分からないけど、はいはい、いつか食べれるようになった時に、うん、めっちゃ好きになると思う。あ、もうね、俺これで食えるもん今食えるこれ本当にそれぐらい好き。あ、美味しい。で、まあなんか、まあ、この芯の部分も俺食べちゃうので、はいはい、こうざく切りにしていきます、うん、はい。で、これを後で絡ませながら、ね、なるほど、お好みでね。だから嫌いな方は別にこれなくてもめちゃめちゃ美味しいので、うん、あとはひき肉とむきエビはもう下処理じゃあるので、うんうん、もう下処理しなくていい。はい、OK。 それではですね、もうここが一番重要です。はい、ナシゴレンの美味しさを決めるタレを作っていきます。これさえ覚えておけば、だいたいどんな具材使ってもナシゴレンっぽくなっちゃう。ナシゴレン今ナシゴレンって言ったよね。ナシゴレンだった。いやー、ナシゴレンって言ったと思うけどねしかも家にあるようなものだけで作れます。うん、はい、まあどこのご家庭にでもあるナンプラーです。ないわ買ってください。ナンプラー、ナンプラーないとね、さすがに無理っす。そうだね、はい、ナンプラーが、小さじ2杯、はい、小さじ2杯。この魚醤の香りがないとナシゴレンにならないんで。意外と何でも合うしね。臭みが嫌いって方もいるんだけど、うんうんうん、炒めちゃうと分かんないから、そう、旨味だけ残るんで、うん、ナンプラーはね、割と万能ですこれ、うん、で、ケチャップが小さじ2杯です。はい、ケチャップね、ちょっと入れます。ちょっとね、甘みとフルーティーさがあると南国感が出ますんで、うん、はい。そしてこれですね、豆板醤。おー、ね、本来はサンバルっていう唐辛子のペーストみたいなのを使うんだけど、なかなか売ってないので今回は豆板醤で代用します。なるほど、はい、中華が助けてくれるんですね。中華が助けてくれます。まあ近しい味がするんで、うん、これ小さじ半分、はい、ちょっと入れます。辛いのが好きな方はね、もう少し入れてもいいかもしれないね。そしてお砂糖です。ちょっとね、やっぱり甘みが入ってる方がエスニックっぽくなるよね。エスニック感がありますんで小さじ1、はい、あとね、コンソメ、本当はね、チキンコンソメ、スープストックを使うんですけども、はいはい、なかなかないと思うんで、コンソメを作ります。なるほど、はい、寄り添ってます、ね、寄り添ってます、はい、すべての料理をする人に寄り添うリュウジです。はい、で、胡椒、これはちょっと多めで、はいはい、はい、で、これ混ぜとく。このソースがマジでうまいナシゴレンになります。スイートチリソース感あるね。ぽい ね、 ね、うん、味もね、ちょっとそっち。あ、なるほどね、うん、で、こいつをやっていつでもこう投入できるようにしておくと、ね、慌てることがないので、これは作っておいてください。合わせ調味料、はい、はい、じゃあそしたら炒めの工程に行きます。はい、で、ご飯はね、今もう温めてます。で、ここに最初はこの牛の油ですね。はい、いつもこれ使ってるんですけどお世話になっております。お世話になっております。はい、これで炒めることによってコクがつきます。はい、はい、これタダでもらえるのバグだよね。あ、でも都内はお金出さないとダメ千葉だけだって千葉でよかった。俺それで炎上しかけたから。マジ、スーパーでタダでもらえる牛脂を皆さん用意してくださいねって言ったら、うん、こんなのタダでもらえるわけないじゃんって言われて、
牛肉買ってもついてこない。お金払うところが多い。でこれぐらい結構ね、あの1個で油、そうだね、多いんですよこれ、うんうん、これ1つだけでいけちゃうんで、そしたらここでお肉を炒めます。お肉ね、牛ひき肉、まあ、豚ひき肉とか軽く塩コショウね、はいはい、はい、これがねポイントです。今回は牛脂を入れるってことね。あのなければねラードとかでもいいんですけども、牛脂の方がまあちょっと手に入りやすいかなと思って、日本だとねこうパリッと炒まったらですね、でニンニク入れちゃいます。はい、ニンニク入れて香りをつけていきます、うんうん、これもまあすぐね結構あの炒まっちゃうんで、先に炒めないとね。そう、あの先に炒めちゃうとね肉がこうパリッとする前にニンニクが焦げちゃうんだよね。なるほど、ね、はい、なので合いびき肉の油とかが出た後にニンニクを入れます。なんかやられてますわ。あんま考えてないと思ったでしょ。考えて思ってるかと、今の今まで考えてないと思う、うん、あそう考えてます。しかもこれ昔のレシピだから、昔の僕はもうかなりかなり考えて作ってました、はい、最近もまあ一応考えてるんだけど、ニンニクがちょっとこう香りが出てきたら、はい、で玉ねぎもねすぐね透き通ってきちゃいます、大きいフライパンなので。そしたらこのマッシュルームも入れていきます、はい、マッシュルームはちょっとね、マッシュルームって結構柔らかいキノコなので、うん、ちょっと大ぶりにしてます。いいね、よいしょ。エビはね最後なんですよ、エビね最初に入れちゃうと結構硬くなっちゃって縮んじゃうので。確かに、はい、じゃあここにエビ、はい、はい、入れてください。エビはねもしねあの気になる方はね片栗粉なんかで洗ってもらってもいいんですけど、まあ、むきエビだからそんなに気を使わなくてもいいと思います。はい、はい、そしたらここに温かいご飯、はい、もうここ入れちゃいます。おー、はい、エビはね炒めてるうちに火が通ってきますので。なるほどね、はい、うわもう美味しそうじゃん。これはねタイ料理好きなんで、うん、家にあるものでどうにかできないかなってすっごいやってやっとたどり着いたレシピ。なるほどね、はい、自分のために作ったご飯がやっぱ一番正解だからね。そうそうそう、でここで、はい、先ほどの、タレです。この一番重要なここで入れます。でちょっとね開けてもらって、うん、鍋肌にやった方がこう香りが出ます。なるほどね、でちょっとこう加熱するとね、そうするとナンプラーの臭みとかも飛んじゃいますんで、はい、この香りどうすか、この香りで炒まったじゃないですか、うん、でちょっとこう赤くなってるでしょ、うん、そしてキャベツここで入れます。おー、はい、最後にこの千切りキャベツと絡ませることによってこのキャベツのシャキッと感をね生かす。火通さないんだ、あんまり。あんまり通さないです、だから非常に僕が気に入ってるところです。まあ、通さないって言ってもあんまりジャキジャキでもチャーハン感がなくなっちゃうので、あの半分通すような感じ、ちょっとしなっとさせる。これはご飯少なくても満足感得られる、ダイエット的にもいいね、うん、これね結構ねキャベツ多めに見えるんだけど、うん、割とねいけちゃうんですよ。でここでちょっと味見してみる。あのもう少し辛くてもいいと思うんで、豆板醤、豆板醤さっき小さじ半分だったんですけど、まあ、うちら酒飲みじゃないですか。そうですね、もう半分入れます。中華からの助っ人、はい、豆板醤、はい、ちょっとね赤みもちょっと欲しいんで、あとさっと豆板醤小さじだから小さじ1ですね。辛いもの得意だったり酒飲みだったり、はい、酒飲みだったり酒飲みはこれでいいです。はい、酒飲みじゃなかったら半分でもいい。半分でも大丈夫、完璧な味だと思う。そしたら、これは先にお皿に持っちゃいます。このナシゴレンがね、最高に美味しいですから。で、持っておきます。はい。はい、で、目玉焼き今からやります。待ってました。はい。はい、じゃあ今ね、中火でフライパンを熱してます。はい。で、ここに油、まあ小さじ2ぐらいかな。うん。はい。ちょっとね、多めの方がいいです。なるほど。最初にね、油を熱するのが大事です。うん。まあエスニックの卵って、うん、下パリパリしてる。あのフライドエッグが作れないんで、はいはいはい、なんで最初にフライパンと油を温めとく、はいはい、そしてちょっとこう油玉に作って、でここに卵落とします。うー、はい、このパチパチ感いい音。お母さんの目玉焼きじゃないやつね。あ、そう、お母さんの目玉焼きじゃない。まあ、それはこうやって作るお母さんもいるだろうけど俺はね、家庭の味だからね。おいしそう。でね、目玉焼き作るときはこうやってちょっとね、あのヘラとかで真ん中に白身寄せてあげると形が本当だ良くなりますね。黄身はもうほぼほぼ僕は生が好きなんです。なるほど、はい、私もです。あとはもうお好みですね、うん、もうちょっと火通したりと
か、あと蓋して、黄身をもう少し半熟にしたいなっていう方もいらっしゃると思うんですけども、もう僕はここ、僕はもうここです。でこれは、こうやって拾ってでここに乗せます。おいしそう。はい、もうタイ料理感出てるんじゃないですか、これは出てるね。そしたらさっきのパクチーを、そして、さっき切ったキューカンバーですね。キューカンバー、ここら辺だ。うん、いいね、完全にエスニックですね、はい。じゃあこちらで、至高のナシゴレンの完成です。完成です。はい、それではですね、できましたのでいただきましょうか。待ってました。はい、それではいただきます。いただきます。絶対やめない。はぁ、これはもう崩しますよ。いきなりサビじゃん。うん、いきなりサビ。おいしそう。こんな感じですね。ナシゴレンの大トロ部分。本当だよ、希少部位じゃん。希少部位を。パクチーいきますか。はい、ぜひ。わあ、いいね。久々に作ったな、これ。最高。多分3年ぶりぐらいだと思う。それじゃ、いただきます。いただきます。結構最初豪快にいくよね。行きたくなっちゃうね。人間は料理で旅行に行ける。キャッチフレーズ、キャッチフレーズ考えちゃった。うまいわ。いけるっしょ。いけるね。かなりいけるっしょ。もう いきますよ。おお、うんうんうん、うまくない？キャベツめっちゃいいね。キャベツいいっしょ。このさ、なんかちょっとシャキッとした食感がさ、俺すっごい好きで。シャキッとしてるけど、ばらけてなくてちゃんと馴染んでるんだよね。な、半分火を入れるっていう。絶妙。うん、な、卵もパリパリ。パリパリ、超美味しい。うん、レストラン感とお祭り感の融合。コメントうまいんじゃん。やめて。考えてきてるみたいだからやめて。うん、でもね、全部調和してる気がする。うん。うん、これは主食にしてもいいし、つまめる、つまめるご飯、うん、これがご飯、ナシゴレン。あとこれに合わせたパクチー、だからね、パクチーあった方がいいと思う。あとマッシュルーム、マッシュルームいいでしょ。うん、これね、いぶし人なのよ。他のやつがお祭り感を出してて、マッシュルームがグッと高級感を出してる。そして私、オイナンプラシーでした。うん、オイナンプラするとグッと酒に合う。オイナンプラーとレモンじゃないですか、これ。最高じゃん。おかわりいただきます。オイナンプラーでも最高だわ。どう？うん、ガラッと変わってます。どうかな。何も言うことはない。完璧でしょ。優勝。おいしい。レモン合うね。うん、少し酸味が入ってても美味しい。急に南国の風が吹くね。南国の夏になるね。塩分量的にはまあそこそこに収めてるんで、オイナンプラーをする前提で一応やってます。なるほど。酒飲みはナンプラー使っていただいて、まあ、普通にランチで食べる方はそのまま食べていただくっていうのが一番かな。まあレモンは、ね、添えてもらった方がいいかなっていうふうに思いますね。俺ほんと好き、これ。すごいね。これでも全部スーパーで揃うんで最高。スーパーで揃う世界旅行です。スーパーで揃う世界旅行です。同じこと言った。それ以上言えないんだよ。ということで今回の至高のナシゴレン、いかがでしたでしょうか。なんて、いかがでしたでしょうか。美味しかった。美味しかった。タイ料理好きだもん。大好き。タイ料理好きとしても、うん、OK。 大納得。大納得。まあね、ちょっとね、ナンプラとか ありますけども、すべてスーパーで揃う食材を使ってますので、ぜひ皆さん試してみてください。ひとっ飛び。日によって変わなくても。そんなこと言ってないでしょ。それはね、いつも甘んじて視聴者さんはね受け入れてくれてる。本当に言ってた。言ってたよ。真剣な顔して言ってた。どれってことか、滑舌が悪いんだよね。そうだね。悪気はない。これは別にアル中とかじゃないですからね。小学生の頃からなんで大丈夫です、ね、そうですよ、はい。ちゃんと言っといて、それは。はい、結構心配されるからね。